ちは、こんばんは、梅チャンネルの梅です。ちょっと近すぎ、マイクに近づけるから。今日は久しぶりに外に出ました。ちょっとうるさいな。郵便局へ行ってから、スーパー寄って帰りたいと思います。ちょっとね、フェリシモでね、お葬式の時に履く靴してました。お葬式の時って布の靴って一応決まってるらしいです。それです、布の靴を買ったんですけど、 23.5 買ったらめちゃちっちゃくて24.5 に交換してもらおうと思って、今から返品しに行きます。久しぶりやな。最近切って買ったりもしてないし、それ新しいシャンプーとリンスを使い始めたんですけど、地肌はベタベタするけど毛先はパサつくっていう人用のシャンプーリンスなんですけど、買って使おうと思って説明書裏見てたら、シャンプーの香りがシトラスなんとかの香りって書いてあって、私柑橘系ダメじゃないですか。ちょっとやってもたと思って、一応でも使ってみたら、あんまりそんな匂いは気にならなかったんでいいかなと。そんな感じでちょっとほわんと髪の毛がなったんで、今日は帽子はなしで来ました。コンビニにも寄らないか。足の病院にも行くべきか。悩んでおります。そんな鎮痛剤ばっかり飲んでもなーって。こうして見たら田舎の風景ですね。すごい田舎やけど東大阪の中でも田舎の方やけど、コンビニ、ローソンにも入れたいなぁ。ちょっとローソンは遠いんですけど。
郵便局ペイペイ使えたね。そうペイペイ入れなないんですよね。帰りるスーパー現金で買わなあかんようになるからペイペイファミリーマートでは入れれなかったよね。ファミリーマートで入れるんやったらいいねんけど、では行ってまいります。郵便局終わりました。ファミリーマートやったらタバコが一個しかなかったペイペイのね、買い物回数を稼ぎたいんですよね。現金振り込みとかも振り替え用紙とかもそれで支払いできたらいいねんけどな、ペイペイで。ということでペイペイ入れなあかんのでローソンへ行きます。これは本題にしようと置いてたんですけど、行列のできる法律相談所日曜日見られましたでしょうか。足まだちょっとよしきさんの途中なんですけど、ちょうど横山くんがのやってたところでまで見たんですけど、久しぶりに見応えがあったなっていう感じで、ちょっとこれは永久保存かなと思ってるんですけど、なんかねまた思い出しましたね。いろんなことを、もう4人の患者にはないぞっていうことで、なんかスバルファンとしては申し訳ない気分になるんやけど私が申し訳なく思ってもしゃあないねんけど。あ、でも久しぶりに横山くんからスバルの名前聞いたな。最近みんなもう言わへんようになったから。まるちゃんもな、最愛の人やったからね。やっぱり泣いたんやなぁ、みんな。錦戸くんの時はどうやったんやろうね。え、またかって感じかな。いつどう言ったか分からへんけど、あんまりない。錦戸くんは詳しく語られてないから。おいおい、またかよーって感じやんね。お前、引っ張っていくって言っとったやんけ、患者にを。俺が引っ張っていくってスバルにメールしたやんけ。ねえ。スバルも思い描いてた生活ができてんのかな。
まあ好きな歌で食べていけたらいいよね。あ、霊柩車や。俺より隠さな。ちょっとお金を入れて。テンテンの倉庫があるよ。映らんな。何やったっけ、名前忘れた。すんこ東大阪に倉庫がいっぱいあるんですよ。はい。ローソンも済ませました。杖忘れて帰るとこやった。機械の ATM のところに掛け引っ掛けて、杖なしでも歩けるやんけ。いや、歩けるんですけどね、後半が辛くなってくるんでね。で、見ました。しつこく言うけど。なんか、楽しく振り返ってくれたからよかったけど。そうか、横山くんにさっき相談してたんやね。やっぱり仲良しだもんね。合ってんのかな、今も。っていうか、横浜さん、トランペットの先生と同居してるの。どういうこと？ギターの先生かと思ったら、トランペットの先生なんですね。洋館さんにね、教えてもらってたらね、また別に先生がいるんやね。あと何年関ジャニでいてくれるかな。ファンはついていくしかないよね。ほんま7人の関ジャニ見たかった、1回でもいいから。公園来ましたよ。語りといえばこの公園。次海かな。鳩もおるし、スズメもおるし。新しく買ったリュックです。チャンピオンのチャンプのリュックです。チャンプのリュック、黒文字にしたんで、白文字じゃなくて。なんか白やったら目立ちすぎるなと思って黒文字の方を買いました。30リットル範囲で、これで今度旅行行きます。決まりました今日の朝。
ちょっとコーヒー飲みますね。23、24、今回は2泊です。また京都のユニゾ河原町前泊まったホテルが安くて、結構安くて取れたんで、まあ安く言っても3000なんぼやねんけど、私の最安値は多分3000、味噌の入れたらもっと安いけど3200円ぐらいかな。まあ去年多分3200円ぐらいで行ってるんですよね、ヨニゾで。ほんで喫煙室があるんでね、最近ないところ多いんでね、安くてあここいいやんと思っても、喫煙室ないっていうのが結構あるんで、なぜ23、24、25かと申しますか。ライブ配信です。関ジャニの。あのね、だいたいやってる時間ってご飯食べてるんですよね。で、生で見たいけど見れないから、今度、ちゃんと配信は後でも見れんのかな。で、わからんからもう、旅行にしてしまおうと思って、一泊多いけどなんか一日あったら世話しないから、一泊また安いコンピラグでも行ってきますかそんな感じですね。まあなんかね、昔はテレビにつなげたりするやり方、携帯分かったんですけどね、今どうやったらテレビに映せるのかが分かんなくて、どこに刺すの、どこにどれを刺すのってなってしまって見れないんですよね。で、携帯でいつも配信は見てるんですけど、まあ携帯で一人でオンタイムで見ようかなと思ってね、タブレットもあるんやけど、そっちでもよう見方がわかんないんですよね。もうね、ほんと地方消化ってぐらい何にもわかんないんですよ。前までできてたことも。薬の副作用かな？なんか何にもわかんないんでね。ほんで、まあ、そうやってゆっくり見ようかっていうことですね。お風呂入ってご飯食べてゆっくりしようかってことですね。でまあ2日目なんか行って3日目帰ってくると、まあ本当は4泊ぐらいしたい気持ちなんですけど、まあお金もないし姉に猫を任せるのも申し訳ないんで、まあ2日任せてまうねんけど、そんな感じで決まりました、急遽。ちゃんと撮れてんのかな。ユニゾイン京都河原町ですね。予約確認。もう今週の終わりですよね。チェックインが14時、チェックアウト11時、ミネラルウォーター付き。
チェックインが1月23日。間違ってないですね。ああ、FOD 入ってしまいました。本編だけ見られれば別にええねんけど、大阪放送なくなったでしょ？やっぱ気になるんで入ってみました。前にも一時期入ってたんで、ここまで見たなーっていうのが、わかるんですけど、ああ金かかるわ。もうなんかこういうのだけでもう3000、4000入ってますからね。私サブスクっていうの。なんかわからんけど、エコバッグ持ってくんの忘れた。これはレジ袋買わないかんね。溜まってる動画を編集せないかんね。どんどん古くなっていくから。前無駄に50分ぐらい撮ってましたからね。あれどうしよう。2回に分けるか。もう一気にするか。分けるか。私でも20分過ぎてたらちょっと見んのためらいますもんね。階段とかやったらいいんですけど、階段も配信チケットまた1枚買ってあるし、姉も買ってるのが何個かあるんで、ちょっと楽しみですね。その階段のイベントも23日じゃなかったかな。もうね、今 YouTube に追いつけてなくて、全然見るのが。その階段のがオールナイトのとかあって4時間5時間あるんで、もうそれだけでめっちゃ時間が。姉も好きやからそういうの買うから。私は今度ね、七不思議の大赤身のぶ、大赤身のぶさんのちょっと下向いてるの、ノブさんのやってる喫茶ノブっていうやつを見ます。ゲストが田中俊之さん、一回入院されてて飛んだんで。それで一回目から見てないんやな。今度三回目で、七不思議好きなんで、ノブさんもモーモーさんも、七不思議さんも毎日アップするんで、それも見て。昨日見たな、七不思議のは。
ですね。階段ですね、もう。怖がりやのに。もう霊感は全然ないからね。もうホテル行っても、うん?ってことは全然ないからね。今までいろんな家で住んだけど、なんか会ったこともないし。そうや、この前ね、左目がね、一昨日ぐらいかな。一昨日、その前が、目鉢子、物もらいになって、ぽーっと腫れてまして。昨日ようやくもう綺麗になったなーって感じで。なんか目触るのって私癖なんで、目やにが出やすいんでね、私。ほんで、多分そんでバイキン入ったんかなと思うんですけど。なんか足痛いのも左足、なんかついてないかなとか思うねんけど。どうなんでしょう。お払い行ったらピタッと治ったとかないかな。お払い行きたいですね。前京都のところ行ったら、見える巫女さんのところ行ったら、お払いはせんでも大丈夫言うて言われて、祈祷だけしてもらったんですけど、また祈祷だけでもいいからしてもらいたい。でもそれ京都にあるんですけど、すごい、どこってところにあるんで、なかなか大変なんですね。うん、そうやな、今度京都行った時、そこ行けたら行きたいなーって。でも空いてないかな、今の時期。電話して聞いてみなんかな。いや、やっぱやめとこうか。もうコンピラグで済ませとくか。もう地理が全然わかんないから絶対迷うねん。決まってるわ。前は日帰りで行ったんですけど、かなり迷いましたね。もうコロナが出始めてた頃をやったんですけど、まあマスクしたままでやってもらって、ってな感じですね。ということで私は週末旅に出ます。週末っていうか今週っていうか、旅に出ます。楽しみ。配信見るのを楽しみに頑張りたいと思います。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今年中に100行きたい。1000行こう思ったら大変やね、ほんまに。全然無理やね。ほんま、誰かゲストに呼んでくれへんかな。関ジャニファンの人とか呼んでくれへんかな。スバルファンの人とか。まあ私人付き合いが下手なんで、なんか SNS で知り合った人と長持ちした試しがないんですよね。なんか、あ、ここ嫌とかになってもうて。私 B 型なんで、まあ B 型だやからってことないんやろうけど、なんか一回、あれっていうところがあったら、もうダメなんですよね。あかん、もうこの人とあかんってなってしまうんですね。だから、人と仲続きしないんですよね。もう一人で生きてゆけってことなんでしょうかね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。では、ベジータバイバイ。ベジータバイバイ。